こんにちは、丘の上のみぽりんです。皆さん、静岡市でマンゴーを栽培されている農家さんがあるのはご存知でしょうか？私実は去年カフェでお食事をしていて、偶然前に座った方がこちらご存知でおすすめしていただいたんですが、それが8月ぐらいでもう終わっちゃってたので、マンゴーの販売が1年待ってやっと来た感じです。で、視聴者様の中にもこちら久能山にマンゴーがありますよと教えていただいたので、もうこれは絶対に今年こそは食べなきゃということで来ました。マンゴー好きな方、最後までご覧ください。久能山はイチゴだけじゃなくてマンゴーもあります。サイモファームさんの直売所はこんな感じになってますね。こちらで売られています。ちなみに駐車場は入り口を過ぎてこちらの直売所の隣にありますので、こちらに停めてお店に入られてください。今日は旗立ってないじゃん。なんかすごいレッドキー、お孫さんがそんなに喜んでマンゴーってご飯食べてからしなさいって、マンゴーパパとママの口みんな私の口まで出てきたって、マンゴーってお孫さん何歳ぐらいなんですか？ひ孫だよ。ひ孫、3歳。ほんと、あの青いのもうまいな。美味しいんですか？すごいやばいっけよ。へえ、そうなんだ。レッドキーズっていうのはマンゴーの中でも面白い。まああんまり作ってる人がいないっていう種類で見たことないですね。本当はもっと少しでかくない？わ、すごい立派ですね。こぶし、おー、こぶし何個分だろう。こぶし900g ぐらいかな。だからやっぱもらえや、嬉しいさ。いや、本当ですね。これ全国発送されてるんですもんね、きっと。ネットから注文して、うん、まあそうですね、うんうん、皆さんもぜひ、うん、残っていくにはすごい厳しいところがあって、うんうん、それなりの設備が必要になってくるし、条件のいいところでないと暖房設備がね、ないとやっぱ無理なんですよ、うんうん、いくらこの辺あったかいからそういう場所であっても、はいはい、まあね、冬場、ね、1月花を探すので、花が咲いてからね、はい、蜜蜂が入って、花を入って膨らむっていう、20度くらい、ね、温度がないと冒険ですね、本当に。あ、そうなんですか。短期間でこう物を大きくするとやっぱり、はいはい、中が育つんだっていうか、粗くなったり繊維が残るとか、ね、やっぱり低い温度でこうじわ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 、はい、寒い時のイチゴって美味しいのはやっぱり長い時間かけて、ちゃんとそういうところを考えてお作りになってるってことで、まあ、評判を呼んでまいりました、うんまあ、この辺すごくやっぱり全国的にも多分条件のいい場所、橋岡って全国一の橋岡やってましたけどね。あ、そうですか。へえ、橋岡がもうマンゴーになっちゃうので、へえ、橋岡でやる場所はない。あ、そうですか。急に暑くなってきて、アイスが美味しい季節。うわ、すごいいい色。ちょっと今日マンゴーカラーを意識した服にしてきたんですが、ぴったりの黄色でございます。ではいただきます。マンゴーですね、お父さん。これマンゴー感がすごい美味しい。なんかマンゴーを食べてるよう。本当にもう一個シャーベットもあるんですけど、私はミルクのアイスが好きなのでちょっとこっちを選びました。久能にいらっしゃった時はお寄りいただいて、時期は6月の中旬ぐらいから、まあ、物があればこちらで売ってるそうなので、ラッキーな方ですね、もしゲットできたら。7月中旬ぐらいまで売ってます？まあそうですね、7月の半ばぐらいまで。マンゴー農家さんにツバメちゃんが懐いています。かわいい。ツバメの巣初めて見た、こんな立派なの。お、なんか食べてる。いやー、マンゴーたくさん買って大満足です。1000種類食べるの楽しみ。ちょうどフルーツなくなっちゃったんです、スルガエレガントとかも。はい、そしてこちらなんですけど、サイモファームさんの本当にすぐお隣に石像院と
井出八郎右衛門さんの石碑がありますね。どういう方かっていうと、家康公が久能山に葬られて、葬儀の行列が石像院の前を通り過ぎた後、一人の武士が滑覆して果てたと。この武士が井出八郎右衛門さんということでございます。舎人という身分の低い武士ではあったが、家康公から受けた永年の恩公を忘れられなかったということですね。昭和の初期に建てられたということです。なんていうか、人との、まあ、強すぎると言ってもいいですけど、強すぎる絆っていうのがあった時代なんだなって思わせてくれるような石碑でした。皆さんもぜひサイモファームさんに寄った後には手を合わせてみてください。はい、こちら今日購入したマンゴーを冷やしましたので、早速おやつにいただいていきたいと思います。甘い香りがします。よいしょ。すごい、この熟した素敵なオレンジ、めちゃめちゃ綺麗なオレンジです。すごいいい香りがする。じゃーん、一個剥いたらこんな感じになりました。じゃあちょっと長女と一緒にマンゴー食べていきます。はい、いただきます。どんな味？みかんの味みたい。みかんの味みたい、なるほど。程よい酸味とフルーティーな香りと、おいしい。一気に食べれちゃいますね。明日は常連さんが絶賛していた緑っぽいマンゴーを食べますので、その様子がこちらです。どうぞ。はい、というわけで2日目でございます。2日目のマンゴーはこちら、金光マンゴーというマンゴーです。栽培が結構難しいので、市場に出回ることが少なく、幻のマンゴーと呼ばれているみたいです。で、昨日私すごい適当に切っちゃったんですけど、なんかこんな感じでちゃんとマンゴーの切り方を書いた紙を入れてくれていたので、これに沿って切ってみます。よいしょー。おー、で、ここよいしょー。おー、なんか上手に切れた気がする。はい、というわけでこちら金光マンゴーでございます。はぁ、香りもめちゃめちゃいいです。ではお味はいかがでしょうか。まるでマンゴーミルクを食べているかのような滑らかさがあります。昨日のはちょっと酸味があって、それはそれで大好きな味なんですけど、こちらは酸味がほとんどなくて、甘くてミルクっぽい滑らかな感じ。サイモファームさんなんですけど、もう本当に試行錯誤されて、まあ、ここまで美味しいマンゴーを育てられるようになったということで、微生物や酵素を活用した農法でマンゴーを栽培しているので、地球環境改善にも、まあ、人の健康維持にもなるっていう素晴らしい食べ物に仕上げていらっしゃいますね。一個一個がこうネットに入ってて、めちゃめちゃ慎重に大事に育てられているマンゴー で、お中元とかね、ご贈答にすごく喜ばれるんじゃないかなと思います。なんか食べたら運気上がりそうじゃないですか。しかも黄色だから金運アップって感じで、とにかく愛情を込めて育てられているので、もう食べるだけで多分体の中の元気がアップアップするようなマンゴーだと思います。では、最後の種類のマンゴーの動画がこちらです。はい、というわけでこちらレッドキーツちゃん、早速切っていきます。なんか珍しい種類らしいので、希少価値があるマンゴーでございます。すごい上手に切れた気がする。マンゴーのアロマでございます。この切り方、最初からすればよかったですね。こうパンフレットでよくあるやつ。じゃーん。ではこちらがレッドキーツになります。高級マンゴーの形で切らせていただきました。ではいただきます。甘ーい。そして濃厚ですね。ギュッとマンゴーの美味しさが詰まってるような感じです。繊維質も本当に少ないので、滑らかで高級なマンゴーといった感じのお味ですかね。
果汁がじゅわーっと出て美味しいです。それぞれが本当に三者三様で、最初に食べたアップルマンゴーは結構まあ爽やかな酸味と甘みのバランスがちょうどよくって、2番目に食べた金鉱マンゴーは甘さが大きくてミルク感が強かったです。でこちらのレッドキーツはギュッとした美味しさを感じます。静岡市でマンゴーを作ってる農家さんはサイモファームさんだけなので、本当に応援したいなと思います。ぜひ皆さんも行かれてみてください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。これからも穴場情報をどんどん上げていきますので、チャンネル登録といいねお待ちしてます。 X のフォローもお待ちしてます。私のマイホーム情報などもつぶやいていますので、興味のある方はぜひ。それではさようなら。